フルビットフルビット免許証2021年現在のフル免許証2007年5月以前のフル免許証フルビット免許証の由来である例1表記1994年までの運転免許証においては所有する種類に1所有していない種類は例とビットで欄に表記されていたすべての免許を持っている場合すべての欄に1と表記されていたのが フルビット免許証と呼ばれる由来である。運転免許取得者の多くは、最初に普通自動車免許や普通自動二輪車免許を取るので、それらの回となる、原動機きき自転車免許などを取っておらず、改めて、それらの免許を取ろうとしても受験を拒否されるため、取得できない。ことわざの、大和証を兼ねるといった感じの以上のような制度により、大型二種を取得すると、タクシーの運転も、 可能になるため、普通に種を取得できなくなる。取得するためには一度失効させる必要があり、社会人には仕事などで時間がない、そもそも再び教習所に通うなどして発生する、金銭的問題などがある。また、運転できない期間も生じることから生活にも支障が出てくるため、フルビットを目指すのであれば、運転免許の上位免許と、い免許の関係について、 あらかじめ把握しておく必要がある。具体的には、原動機付き自転車運転免許か、小型特殊自動車運転免許からスタートする必要がある。一部の人の間においては、すべての運転免許を保有している人をフルビッターと呼ぶこともある。また、免許証の種類の欄が埋まっていなくても、すべての車両を運転できる運転免許保有者もフルビッターと称するが、 本来のフルビット免許の定義とは異なり、フル免許と言うべきである。歯抜けフルビット、穴開きフルビットなどとも言う。フルビット免許の取得方法2017年3月12日以降の全15面種取得のフルビット免許を取得するには、下記の通りである。あくまで一例であり、その他の取得方法も存在する。免許を一度も取得したことがない者の,の場合、最短取得期間は3年である。 これは、二種免許の取得要件から来る。例として、原付と小型特殊はどちらから取得しても、フルビット免許は取得できる。原付小型特殊普通児童二輪大型児童二輪、普通一種準中型中型一種大型一種,種大型特殊一種、牽引一種普通二種中型二種大型二種,種大型特殊二種、牽引二種免許の回から順番に取得する必要がある。 免許の上下関係を把握しないと、すべての種類を取得できない。免許の上下関係は、となる。なお、フルビット運転免許を取得したとしても、その後に、新たな免許区分が設けられれば、フルビット免許は、フル免許となる。最小フル免許の取得方法最小フル免許の、場合には、4免許もしくは5免許にて取得可能となる。全免許の取得は、出費も労力も、 非常に大きくなるが、この方法で取得すれば、それを最小限に抑えることができる。5面種であれば問題ないが、4面種の場合には、返納制度を利用するため、本来の最小フル免許と言えるかは不明である。下記に記載する取得順序は、あくまで一例であり、その他の取得順序も存在する。4面種での取得方法を型児童二輪。 大型特殊一種大型二種大型特殊一種の変能大型特殊二種または牽員二種ここで大型児童二輪は他の免許との連携がないためいつ取得しても問題ないまた大型特殊二種及び牽員二種はどちらを先に取得しても問題ない大型特殊一種の代わりに普通一種または順中型を取得すると変能できなくなるため 最初に取得する四輪免許は、大型特殊一種に限られる。これは、上位免許を取得した場合に、買い免許を返納できないためである。5免種での取得方法、大型児童二輪、大型特殊一種、大型特殊二種、または大型二種、牽員二種、ここで、大型児童二輪は、他の免許との連携がないため、いつ取得しても問題ない。また、大型特殊二種よび大型二種はどちらを先に、 取得しても問題ない。しかし、牽員2種は、牽員1種を取得しているか、他の2種免許を取得していることを受験要件とされるため、最後に取得することとなる。4面種での取得方法大型2種、または、大型特殊2種牽員2種大型児童二輪この方法は、普通1種などの運転免許を受けて3年以上、経過したものが、返納もしくは、 取り消しをされた場合にのみできる方法である。返納や取り消しを受けたとしても、それまでの運転期間を運転経歴として認めるため、大型二種の取得要件である年齢条件と、普通一種免許か準中型免許、もしくは大型特殊一種免許を受けてから3年以上の運転経歴というものが生きるからである。ただし、いきなり県員二種を受験できないのは、 県民一種もしくは他の二種免許をすでに受けているものという条件があるからである。経歴とすでに受けているということは異なる。最短取得期間は理論上11日程度であるが、実際には運転免許試験場の実技試験スケジュールの関係で数ヶ月は必要になる。これは実技試験が予約制で試験場にもよるが、予約後2週間から1ヶ月程度受験できないことも、 あるまた、実技試験合格日に次の免許の受験申請できるかは、各運転免許試験場での実技試験スケジュールや、受験予約可能時間にも影響されるため、一概には言えない。特に、大型二種実技試験合格日の即日免許取得には、事前に応急救護を受講しておく必要があり、こちらの開催スケジュールも指定された、教習車などのスケジュールに影響される。なお 必要な日数は下記の通り。上記方法は実技試験をすべて単独で取得している方法であるが、都道府県により複数の実技試験を同時に申請できるところもある。その場合、はじめに大型特殊二種を取得することにより、大型児童二輪、大型二種、県員二種を同時に受験できる。午前中に大型児童二輪、午後に大型西仮免許を取得し、 練習期間中に牽引日誌を受験することで時間をさらに短くすることも可能。都道府県ごとに実技試験の同時受験を認めるところと認めないところがあるので詳細については受験する運転免許センターに問い合わせる必要がある。2017年3月12日からの新しい自動車免許制度に基づき免許の区分が14種類から15種類に 細分化されたため、それ以降に発行されている運転免許証は15、区分表記に移行されている。また、旧制度の普通免許所持者は新制度以降後、一種免許取得者は、準中型免許、二種免許取得者は、中型二種免許取得者扱いとなり、普通免許の欄が空白となったため、制度以降とともに一時的ながら、フルビット免許所有者はいなくなった。 旧制度の普通第一種免許所持者で、普通第一種免許よりも上位免許を持っていないものであれば、他の種類の免許を受けたい旨の申し出申請による、運転免許の取り消し制度を利用し、新制度の中型免許、準中型免許を取り消し、新たに普通免許を受ければ、フルビットを目指すことは可能である。直近では準中型免許が追加されているが、 逆に区分が減少することも十分考えられる。そのため、フルビット免許がフル免許化する可能性や、フル免許がフルビット免許になる可能性がある。複雑化した、普通、準中型、中型、大型免許の区分が等数表記など、根本的な表記が変わる可能性が一つに挙げられる。例えば、普通と大型のみとし、大型の条件として運転できる。 トン数が限定されるというものである。現在の中型8トン限定のような表記である。この場合、準中型や中型免許を持っていなかったものがフルビット化する可能性がある。実際に今まで区分がなくなった実例もある。1965年の三輪車運転免許がそれである。実際に運転する対象の自動車が存在しない、もしくは 存在数が極端に少ない運転免許区分もある。大型特殊二種、牽員二種免許がそれである。特に牽員二種の場合には、トラクター側の運転免許で二種免許を取得していれば二種運用を可能とする運用方式も考えられる。運転技術的には、牽員二種免許を要すると考えられる連接バスの運転でも切り離しができないことを理由とし、 現在は大型に C 免許で運転できるようにしていることも理由の一つである。このような状況があるため、運転免許区分がなくなり、今までフル免許であったものがフルビット化してしまう可能性がある。フルビットのキャラクター両津関吉地所有する資格の有無をビット形式で表記する免許証は、他にも小型船舶操縦免許証、労働安全衛生法による免許証、 危険物取扱者免状、消防設備士免状、労働安全衛生法による技能講習終了証明書などがある。申請による免許の取り消しと運転経歴証明書、自動車運転免許の最高法権威第2種免許とは、ありがとうございます。